ですけど、人懐っこそう。めちゃめちゃもう本当にで、もう家の中で話すと、はい、もうすごいスピードで走り回るので、はい、残像しか見えません。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん、猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。松山市の晩水槽で行われた動物保護グループ共同の犬と猫の譲渡会。3つのグループの活動のことと犬や猫を紹介します。まずは NPO アニマル365、人と動物の架け橋。チャトラ猫ちゃん、新しい飼い主さんが来てくれるのを待っています。大洲の青島から保護されたんだね。365、人と動物の架け橋です。毎月、3回から4回、だいたい日曜日に、譲渡会をやっております。主な活動はこうやって、保護した猫たちの、里親を探すという活動をしております。それ以外にも、個人個人で TNR、保護猫地域の猫として、ご飯をあげてたりとかですね、そういった方々の猫を捕獲したりですとか、病院の搬送をお手伝いしたりですとか、そういった活動もしております。捕獲器の貸し出し等もやっております。もし地域猫とかでお困りのことがありましたら、ご相談をいただければと思います。また保護した猫を、今度里親を探したい、そういったご相談も受けることがありますので、そういった場合、助産会員さんとして登録をいただきましたら、譲渡会への参加もできますので、ぜひご相談いただければと思います。お願いしていることは完全室内飼いですね。はい、もう猫は外に出さない。外に 出てしまうと、事故にも遭います、虐待にも遭います。そういったことから守るためにも完全室内飼い、そして毎年1回のワクチン接種、定期的に病院に連れて行ってあげて、何か不具合を起こす前に病院にも行っていただければと思っております。メインは、高島屋の坊ちゃん広場で日曜日によくやっているんですけれども、ここ最近はですね、いろんなところからお声掛けもいただきまして、オレンジバイキングスさんのホームゲームの方に、だいたい松山市のコミュニティセンターですとか、戸部の方ですとか、ホームゲームの方にも、お邪魔させていただきまして、譲渡会も開催させていただいております。よろしければホームページ、またウェブサイト、フェイスブック等にも情報を載せておりますので、よろしければご覧ください。よろしくお願いいたします。ではアニマル365が保護している猫を見せてもらうよ。
譲渡会に来ている子はほんの一部、他にもたくさんの猫がいるので、好みの毛色や性格など相談すると紹介してもらえるよ。CM の後、まだまだ猫や犬を紹介するよ。ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。猫は松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。晩水槽で行われた犬と猫の合同譲渡会の様子をお送りしています。 NPO アニマル365のブースではチャリティーのグッズ販売もあります。小銭入れや手作りの首輪、小物など。さて、新しい飼い主さんが来てくれるのを待っている猫さんを見てみましょう。こちらは太郎くんと次郎くん、緊張しているのかな。気に入った猫はスタッフが届けに行き、 1,2 週間試しに飼ってみてから正式に飼い主さんの猫になります。
めいちゃん、めっちゃ懐かしい。めいちゃん、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 あ、いい、いい感じ。めいちゃん、はい、可愛いですよ。おお、ガタガタだ。めいちゃん、めいちゃん、このすごいでしょ。性格は花丸、抱っこは嫌いっていう難点はあるんですけど、こんだけスリスリなのに抱っこはさせないっていう。でも抱っこ苦手なんでこれぐらいの方が。かわいいね。かわいい。もうめっちゃアピールしてるね。日本ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園、トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール、基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。猫は光と希望です。どんな活動を？殺処分が決定した子や、飼育放棄の犬猫などを引き取ってケアして、新しい飼い主様へつなぐ活動をしています。ワンちゃんをたくさん保護してるんですか？今どれくらいいるんですか？今14頭です。かなで、おとちゃん、おとちゃん何歳かな？おとちゃん5から8か、6から8、6から8歳。へ、女の子。女の子です。種類は何ですか？トイプーですね。トイプードル、黒。黒です。相当懐いてるじゃないですか。そうなんですよ。人が大好きで。誰でも、誰にでも懐く。まあ、寂しがり屋さんなんですよ。で、ちょっとね、人がいないと寂しくて泣いちゃうんです。じゃあずっと一緒にいるんですか？お家に常に誰かがいるっていうのは本当理想的で、もう寂しい寂しいなんで、常に誰かお家にいるお家に迎えていただきたいです。何歳です？お父ちゃんは6から8歳。なんか買う時の注意点は、そのみんなで一緒にいて。そうですね、ちょっとお留守番が長いお家はちょっと難しいと思うのと、あと住宅密集地はその寂しくて泣いた時がちょっと甲高いので、もしかしたらご近所さんのことが気になってしまうかもしれないので、お留守番がない、もしくは少々吠えても近所迷惑かけないよというお家でお願いしたいです。可愛いですよ。営業もバッチリ、はい、そうですね、やっぱり犬はお散歩も必要なんですけど、私も仕事しているので活躍してくれるのが子どもたちで、子どもたちその位置なんですけど、はじめまして。この子が本当によくしてくれて、もうすごく大きい30キロを超えている犬でも、ちゃんとお世話もできますし、で知らない人には牙を剥くような奇襲犬も手なずけてるんですよね。でそういう他の方にはお世話できない凶暴な犬たちも手なずけてちゃんとお手伝いをしてくれるので、すごく助かってます。夜な夜なチクチク塗ってます。チクチク塗ってます。まあ、塗ってるのはミシンなんですけど、はい、頑張ってちょっとでも売れて、はい、活動資金に医療費などに充てれたらなと思って、はい、和柄とか、あ、これ子供さん向けとかも作ってます。こんなのとか、はい、おすすめはこのサメなんですよね。サメ可愛いんですよ、すごく。白熊さんは一回も売れたことないかな。私好きなんですけどね、可愛いでしょ。はい、あ。そうでしょ。白熊さん、サメはおすすめです。これもっとサメもあります。はい、あ。この白熊いいでしょ。白熊可愛いんですよ。見たことない。
なで、これザ・サメーズもガーみたいな。ひかりさんの性格がいやいや、可愛いでしょ、ただただ中もあ、これ膨らますためなんですけど、ぺちゃんこになってます、はい、あ、かわいい、おしゃれでしょ、可愛いですね。夜なべして、そうです、そうです、動物ちゃんのために、そうなんですよ、なんかこう北極っぽく冷たい色を選んでみました冬なのに、はい、キンキンにしましょう、これを見て、はい、こういったものはこういったイベントで売るんですか。そうです、譲渡会の時に一緒に、あの髪がヨレヨレになってるんですけどこの売り上げはワンコの病院代やご飯になります。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり、水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ハンディを持つお子様へ、テログループで IT を学びませんか。建築家になってなれるかも。夢を広げるヘローグループ。ウーロンちゃん元気ですね、ひかりさん。はい。どんなワンちゃんですか。とっても無邪気な子で、水遊びが大好きなんですよ。はい、で、川とか海に自ら飛び込んでいって、泳いで遊びます。なので、キャンプ好きの方とかにぜひ迎えていただきたいですね。一緒に海や川で泳いでもらいたいです。冬でも泳ぎますかね。あ、入ろうとします。止めてはいるんです。どうしてここに来たんでしょうかね。ウーロンは、うん、迷い犬です。なるほど、はい、で飼い主さんが現れなくて、うん、何歳ぐらい。ウーロンは、え、まだだったかな、3、4歳ぐらいですね。まだまだ元気で、でもこれぐらいから大きくならないでしょ。野生犬なので、これが体重何キロぐらいですか。ウーロン何キロだったかな。ウーロン何キロだったかな。7.2キロです。7.2キロ、はい。ご飯は食べますか。ご飯もりもり食べます。大好物は。大好物、普通にご飯です。ワンコのご飯です。猫ワン。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック。同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い、伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。テルタくん、はい、元気ですね。はい、子犬なのでめっちゃ元気です。今4ヶ月です。この子はどうして。これはとある場所で里を崩壊しちゃってるところがあるんですけど、はい、ここから
でまだ今日あと兄弟があと3匹いるんですけど、ちょっと周りの奥犬に威嚇されて、はい、ちょっと捕まえることができなかったんですけど、はい、とりあえずこの子は寄ってきたんで、この子だけ連れて帰ったんですけど、人懐っこそう、めちゃめちゃもう本当に、でもう家の中で話すと、はい、もうすごいスピードで走り回るので、はい、残像しか見えません、はい、犬同士だとなんか遊べそうな感じ。そうですね、あら、え、女の子？男の子。この子大きさはこのぐらいですかね。まだまだ大きくなって、おそらくですけど、10キロ前後になります。なるほど。じゃあ室内で、あ、全然大丈夫だと思いますよ。はい、だいぶ手入れとかどうしたらいいですかね。実はスヌープみたいな毛短めなので、ちょっと抜け毛はあるかもしれないんですけど、もう普通にお家でシャンプーしてあげて、あのブラッシング、毛が短いので毛が絡まるってこともないんですけど、もうお家で洗ってブラッシングだけでいいと思います。名前はもう一回お願いします。テルタ君です。ひらがなで、カタカナで、カタカナでテルタ君。テルタくん、すごいかわいい。子犬ならではの。しつけとかどうですか？難しくないですか？いや、この子はね、すぐ覚えると思います。賢い。はい、でもまあ5分で忘れるんですけど、はい、ただその場で覚えるってことは、うん、はい、パンクよくやっていけば、なるほど、はい、覚えると思います。どうぞ、邪魔するね。押し取りたいね。結構吠えますかね。いや、全然吠えないですね。家にいる間、夜寝るときはケージに入れとんですけど、うん、全然もう夜もぐっすりで、うん、全く吠えないです。他の犬が吠えてたら一緒になって、ちょっとわけわからんけど吠えとこかみたいな感じでワンワン言うときはあるんですけど普段は何かに向かって吠えるってことはないんです。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン。宇和島から来ました、保護猫シェルター猫好きの佐々木と言います。よろしくお願いします。もう主に宇和島南予一帯なんですけれども、まあ、捨てられた子を保護したり譲渡したりで、あの、啓発ですね、避妊去勢とかの大事さとかで、あの行政さんとの共同をすることとか あの橋渡しみたいなことを、ちょっと頑張ってます。宇和島は、まあ、はっきり言うとひどいですよね。あのどうしても避妊去勢っていうのがまだなかなか認知、大事さが認知できてない方が多くて、昔ながらの飼い方であり、まあ、だから自然ではないんだけれども自然だからって言って、まあ、あの外に放り出してるっていうのは多いですね。こればっかりはやっぱり地道にやるしかなくて、でイベントで啓発 あのいろんなポスターを出したりするんですけど、もちろんで一人一人にお話ししたりはするんですけれども、やっぱりあの今コロナでイベントがもう軒並み中止 であのこう、まあ、こういうあのグッズを売ってあのそういう活動資金にするんですけれども、それもやっぱりなかなか思い通りにいかなくて今ちょっと大変な、でも猫は相変わらず入ってくるっていう感じですかね。もう本当にいつもいつも同じことしか言えないんですけれども、家庭の猫、お家の猫だけでも避妊去勢をしていただいて、お家から出さないでお家で飼ってください。であのどうしても外に出ると危険がいっぱいだし、でそれとやっぱりあの他の方の迷惑になるっていうこともやっぱり今あるので、だからやっぱりお家で飼うということと必ず避妊去勢をするっていうことで、あの生まれないようにしてもらうと捨て猫もなくなるっ
て捨て猫がなくなると野良猫も減っていくということなので、それが一番ですね。今だともうちょっと経つからこれですよね。こういうあの暖かいマフラーとかなんかだと、そうですね、猫柄ですね。基本の猫がついてます。でほとんどですね。で今ちょっとこれも可愛いんですけど、普段はあのクッションになってて、で広げるとこういうちょっとかぶれるような形になってる、ちょっとあったかめのやつですよね。それとか今はエコバッグですよね。こういうね、これら、これもそうですけど、そうですね、エコバッグ、コンビニバッグで、まあ、こういう広げるとこんな感じ。いろんなバッグが。そうですね、やっぱどうしても猫好きなので猫にこだわりますね。もう何でも結局猫にやっちゃいますね、あのバッグなんかもね。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。くるくる回してもらっていいか、ゆっくり。猫ちゃんがいなくなったらすぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください。写真を持っていくと確実です。保健所に収容されると1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てねー。